超電系は、南関東、船橋競馬場所属の調教師、元騎手。同じ船橋競馬場所属の騎手、張田昇は息子。1981年、騎手免許取得。4月19日に初騎乗を果たし、4月27日に、初勝利を挙げる。1994年9月18日、中央競馬初騎乗となった、中山競馬。 第2競争では3番人気のレオ・ダンヒルで4着だった。同日行われた第40回三継賞、オールカマーで7番人気のウィナーズステージで JRA 重賞初起場を果たすも8着という結果だった。2000年2月9日、川崎記念をインテリパワーで制し、統一 G1 初勝利。2002年4月20日、3回東京競馬1日目台。 4競争3歳未勝利を11番人気のシーサイドスワンで勝利し、JRA 初騎乗から約8年で、初勝利を挙げる。2007年9月21日大井競馬第11、競争総集賞でチェレブラーレに騎乗し、勝利、地方通算2戦勝を達成。2010年4月20日大井競馬第7競争で、ハーミアに騎乗した際に、油断騎乗から2着に敗れ8日間の、 企場停止処分を受ける。調教師に転身するため最後の企場となった2015年3月31日の川崎競馬第9競争花吹雪特別をノブページで勝ち地方競馬通算2600勝を達成した。2015年7月20日船橋競馬第 2R に寺座ホットで初出走。安城は息子、張田登で初出走。 初勝利を飾った。2021年4月21日、川崎競馬第1 1ルクラウンカップを、登る機場のジョエルで制し、重賞初勝利。この年は、ワールドリングも、息子とのコンビで優勝。ありがとうございます。